はい静岡県中部に位置します静岡第一テレビ前からお伝えします強弱を繰り返しながら断続的に降り続いています雨この雨に加えまして一時期午後9時過ぎでしょうか風も強くなりましたこの時間は風はほとんどありませんただ10分ほど前からでしょうか再び雨が強く降ってきています この大雨の影響により岩田市敷地地区では午後6時ごろから太田川水系の敷地寺川で堤防の決壊による氾濫が発生していて県は被害状況などを確認していますこの映像の撮影をした川の近くに住む人は5時半からうちの反対側の南側の堤防から泳水が始まりまして川の水が超えたんですよ堤防を また静岡県内では直ちに命を守る行動を呼びかける警戒レベル5の緊急安全確保が岩田市、袋井市、沼津市の一部地域で出されています沼津市ではガード下が冠水したためトラックが身動きできなくなっていましたが運転手は無事救助されたということです 静岡県内では明日にかけ、多いところで1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、引き続き警戒が必要です。依然強い雨が降り続けています第一テレビ前からお伝えしました。